東京では新型コロナの重症者が初めて200人を超えました。また、2回のワクチン接種を終えていた基礎疾患のある60代男性の死亡も確認されました。昨日の新規感染者は過去2番目に多い4989人で、重症者数も初めて200人を超え218人となりました。また、都は男女6人の死亡を発表しました。 このうち60代の男性は2回のワクチン接種を6月中に終えていて、今月に入って感染が判明し入院していました。男性はがんの基礎疾患があったということです。2回のワクチン接種後のいわゆるブレイクスルー感染で死亡したケースは、との調査では初めてです。昨日のモニタリング会議では専門家から、災害レベルで感染が猛威を振るっていると、 強い危機感が示されました。